よし、影。少し疲れたか。我が故郷、大見村。どこだ？不届き者め！もう、若様。亡くなられたかと。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。疲れのようで、飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに、私が追い払いました。父上の鎧を
取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。坂井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。灯火や玉のを消えて遠ければ木の実昔のままにてありける。
人、手を貸さんか。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、しばし座りましょう。酒井の者は毒など使いません。猛虎と戦った酒井がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。
선배 왔어 말고 때 하루 そうだ、ユリに届けよう。チハロ、ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。
カ様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。バカ様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。あらあら若様。どうしたのだ。若様はここで志村様をあやめかけたのですよ。何。確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した、叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ボザと焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ、俺が摘もう。種は毒です、食べないで。子供扱いはするな。失礼を。母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってください。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道に合ってるぞ。母さんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。見つけてやる。どこだ。どかけよ。お怪我はありませんか。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは。老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ、役に立ちそうだ。よし、いい子だ。